おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話をしていくかと言いますと、たまりにたまった星3以上星4以上の確定チケット引いていきたいと思います。実はですね、この動画の撮影がないところでプラチナ星5チケを10連したんですけど、まあ何も出なかったのでね、ちょっとこれはもうこっちに頼るしかねえなということで、この星3以上星4以上を今回引いていこうと思う次第です。でね、一応若干の補足なんですけど、今までねこの星3以上確定スカウトチケットって星5の確率明記されてなかったんですよ。なんで本当にこれ確率何パーなのみたいな状況だったんですが、いつの間にかね明記されるようになっていて 1% で出てきます。まあ超極小低確率だけど、ゼロよりはいいよねそりゃね。で星4以上のところが 2% なので、まあどっちも激渋なんですけど、まあ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 かな、うん、両方ね出るんやったらええやろの精神で引いていきたいと思います。で一応ですね、欲しい選手が結構明確に3人いて、まず1人目がもういつも通りなんですけど、もうルガニ、もうこれは本当に欲しいですね。シルフィーパスカットなんてね何本あってもいいですから、ベルマークと同じです。はい、ルガニさんは本当にいっぱい来てほしい。でお次がねもう1人、ティアニー。こちらはですねスタメンで使いたい。今私、サイドアタックのサイドバックで、左はねルークショーを起用してるんですね。でルークショーを、まあ、マンチェスターユナイテッドの私大ファンなので、ねブルーノ・フェルナンデスが2試合連続レッドカードをかましたマンチェスターユナイテッドの大ファンなのでルークショー使ってたんですけど、ティアニーがねあまりにも優秀なんですよね。まさかのタックル SB、 ドリブル SB っていう、あれ君無料でこの性能なのみたいな、タックル能力値5000、ドリブル能力値5000みたいな、無料でみたいな性能なので、ちょっと乗り換えたい、ぜひ欲しい。これ2人目で、3人目誰が欲しいかというと、ですね、ちょっと待って、誰だったっけな、いるんだよ、いるんだけどスキルを見ないとわからん、ビツェルか、ビツェルかな、あビツェルだね、アイロニー、アイロニーパスカットが欲しいです。てかアイロニーパスカットが欲しいというか、シルフィーパスカットが最優先なんですけど、ないんだったらアイロニーでもええやろの精神でビツェルも欲しい、まあ、完全にねスキル用のルガニ、ビツェルとスタメンで起用したいティアニーというところでね、今回は期待して引いていきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。いやーやっぱね、でもねティアニーだね、やっぱ正直ねティアニーが欲しい。この画面でさ国籍見えないの寂しいよね。ブライアン・レイノルズアメリカ、ほんほん、さあ 1% ですからね、言っても超激渋ですよ。フェキル、ワヒ、あこれは Y じゃないのか、そうだね Y だ、 Y がおるで、みんな Y がおるやで。さあマテオ・プリターノ、オルバン、オルバンどこだっけ、ナイジェリアか、いいっすねナイジェリア、いいな。ペルーの国籍の選手とかちょっと欲しいんですよね。さあお次行きましょう。いや星5は出ないが、待って、20、21シーズンの選手はさすがにもうやめない、え5年前だよ4年前か、さすがにちょっとさ、さすがにちょっとじゃないですか、20、21はさすがにちょっとやめましょうよ、もうやめましょうよ、ドン、半券がもったいない。やばすぎる。マジで。一番欲しい選手がシュレット。まさかの星3以上確定スカウトチケットから、これはプラチナ星5確定スカウトチケットで何にも出なくて、プラチナってなんだっけみたいな問いを見出してくれた私に対するサービスですか。ありがたすぎる。つか何度見てもシルフィーパスカットぶっ壊れてね、これ星5確定スカウトチケットから出てくるとかやばいだろ。一定時間パスカットパワー特大アップはまあ一旦置いといて、相手フォワードのシュート特大ダウン、まあ、これだけで強いじゃないですか、これだけで強いのに、味方ミッドフィルダー、あ味方ディフェンス選手全員のスタミナ中回復があるんですよ、中だよこれ、小じゃなくて、どっちかでも強いのに両方あんのやばすぎるだろ、これバグってるって。最近のパスカットも見てますけど、全然シルフィー普通に最上位に食い込んでくると思うんだよな。
すげえぜ。あ、待って、新しい人が来た。ニュー・ブライディア・セネガル、サルルニターンの選手なんだ。へえ、やばいね。もうあのルガニが出てきた時点で勝ち確なんですけど、あ、アーロン・ラブズデールがいて、今一瞬スキップしちゃいましたけど、サウスサンプトンに移籍してから6戦勝ちなしのラムスデールパイセンがいた。ベスターゴーア、ラマース、ラマース、ラマース、初めて見た気がする。リグリア、あ、ダメです、私リグリアがわからない。さあラスト4枚かな、星3以上は。いいね、あのシルフィーパスカットが1個手に入っただけでものすごく価値があるガチャになってた今。そしたら星4以上行きましょう。星5確率2倍だからね、2人ぐらい出てきてくれてもいいよ。いやー、まあ、キンキンだね。シュマイケル、シソコ、シソコ懐かしいな、もはや。いつのシソコこれ、スパーズの時のシソコ、いつのシソコなんだいこれは。さあお次行きましょう。いや、ダニー・ウェルベックじゃないですか。これでもアーセナルの時のウェルベックだよね。ウェルベックめちゃめちゃ今ね来てますからね。やっぱウェルベックだなと思う。なんならあのやばい、ウェルベックの活躍がすごい。マンチェスターユナイテッドの面々は見習ってほしい。ファビアンは、ボローニャ、ジョバンニ・ファビアン、ちょっとわからないかもしれない、すいません。誰だろう、私実はセリエほとんど見ないんだよね。あのルカクが好きなのでナポリちょっと見るくらい、あとあのディバラ好きなんでローマ見るのと、あとは、まあ、ミランが好きなんでミランの試合ちょっと見るぐらいなんで、ちょっとね他の試合をそんなに詳しく見てないんだよな。でなんかね、ちょっと話変わるんですけど、ナポリ見てて思うんだけど、クビチャ・クバラツヘリアやべえわあいつ。なんかめちゃめちゃさ、一昨年のシーズンでブレイクしてクバラツヘリアが、でそっからマークめちゃめちゃ激しくなってるんですけど、やっぱ一人で違いを生み出せるんだよね。でなんかもちろん一昨年ほど点も取ってないしアシストもしてないんですけど、一人であんだけマークされてるから、そらそうで、逆にあんだけマークされてる中で違いを生み出せてるクバラツヘリアは私マジですごいと思う。はい、っていう話をしたんだけど、やばくない？これさ、ちょっとずらっと見ていただいてさ、10人にしろやと、10人中8人ぐらいが20、21シーズンの選手なんだけど、大丈夫これ？ヤニク・ベスター・ゴーアとかナサニエル・クラインとかおるんだけど、やばくない？古すぎんこれ。20、21すらペドロ、これペドロ、ジュアン・ペドロか、私の好きな方のジュアン・ペドロだね。とあとヴィカーリオ、グリエルもヴィカーリオがね一人いるぐらいだよね。ヴィカーリオの名前かっこよすぎるんだよな。いやー古いな。星4選手ももうちょっとアップデートしてほしいな。だいぶ変わってますけどね、サッカー界ね。さあ待って、星5来なくね、星5来ないんだが、ディレインが2人来たが、トーマス・ディレインが2人来て、アルフォンス・アレオラも2人来て、なんかこれテーブルがあるのかな、このタイミングで引いたらこれみたいな。さあラスト行きましょうか、ラスト頼む、星5くれ、星5を送れ私に、止まれ丸。待って、星3からシルフィーパスカットが出てきて、星460連して1個も出ないのは 2% だとしても確率が低すぎるんじゃないか。さあゴンサロ・ゲレス、組み立てサイド、ブライアン・レイノルズ、ウェルベック、いやーきつそう、きつそうだね、きついぞ。セフェロビッチ、頼む頼む、次星5、ちょっと待って、さすがに120枚以上チケット引いて星5 1枚は寂しい、シルフィーとはいえ。いやでもこれ逆にシルフィーでよかったな、これであのね何人もないエンジェルパスとかだったら端末投げ捨ててたわ。やばい、マジで来ない、マジで来ないよ。ラスト1枚引きましょう、この1枚に全てをかけてディスティニードローをしましょう。はい、お疲れ様です。ってことでですね、皆さん、こういう日もあります。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、無事にシルフィー来たんでね、良かったと考えましょう。中途半端なやつが2人来るよりシルフィー1枚ですね。はい、ってことでここまでご視聴ありがとうございました。
皆様の良きゲームライフになってます。豆腐でした。バイバイ。